ここまではチームワークの大切さや蹴る、止める、かわすと学習してきました。この時間は今までの復習をしながらもっといろんなことを学んでもらおうと思います。まずは戦術の応用編です。みんなにやってもらったブラインドサッカーのように少しルールを変えるだけで違ったスポーツになります。今度は自分たちでルールを考えて誰にでも楽しめるサッカーを作ってみてください。そしてもう一つ、サッカーのフリーキックやコーナーキックでは相手チームの意表をつくトリックプレーがあるんです。みんなも独自のトリックプレーを考えてみましょう。続いては蹴るの応用編です。前の時間では回転に注目してみましたが、今度は回転しないボールを蹴ったらどうなるでしょうか。無回転ボールを蹴ってみましょう。無回転ボールの動き方、じっくり見てください。前回はボールの回転によって空気の流れが変わることを学びました。一方で回転しないボールは空気の流れる方向が決まらず、後ろ側に渦のような風が生まれます。この渦によって上下左右から力を受けて不規則な動きになるんです。回転しているボールと比べると無回転は動きが一定ではありません。ゆらゆらと揺れるように動きが分かりにくいのでキーパーも取りづらいんですよね。続いては止めるの応用編です。足元にボールを止めるためには足を引いて勢いをなくすことが大切でした。力を吸収して止める、この力を吸収する動き、向かってくるボールの速さによって動かし方も変わってきます。そしてボールに触れている時間も変わるんです。足を動かす速さやボールに触れている時間に注意しながら、いろんな速さのボールを止めてみましょう。最後にカワスの応用編です。敵を惑わせるためにボディフェイントについて詳しく話しましたが、僕がよくやっていたのはキックフェイントです。キックフェイントというのは、あっちにキックをするふりをして相手を動かして逆の方に行くっていう、まあ、ディフェンスはやっぱりこっちに振りかぶってるとこうディフェンスをするので、それを逆手に取っていない方にドリブル。でちょっとやってみますね。こっちにじゃあ振りして右に蹴る振りをして右に蹴る振りをして、このようにいろんなフェイントがありますので皆さんもぜひ試してみてください。一つのことを学び考えていくともっと多くのことができます。この後はここまで話してきた戦術、蹴る、止める、かわそう、自分たちで考えて発展させてください。それぞれが出した答えをみんなで紹介してみましょう。